じゃあこんにちは。何がおかしいんだよお前。豊さん。何？豊さん宛てにちょっとブツが届いてますよ。なんだブツって。なんかいやらしい言い方や。いや、しかも、うん、海外からです。なんだそれ。ユナイテッドステーツですよ。アメリカですよ。アメリカ。この発音いいね、久しぶりに。あ、久しぶりに。ユナイテッドステーツオブアメリカですよ。おお。ほら。なんだと思いますこれ。なんか豊さん、なんかやましいもの頼みました。いやいや、頼まないよな。もう私これなんだろうと思って一足早く開けたのお前なんで俺の開けるんだよ開けちゃったあれちょっと一回閉まったんですけど、うん、あれちょっと頑丈にじゃあゆたさん何だと思いますいやわかんないよなんだこれ穴あっできたわなんだお YouTube の盾じゃないそうですすごいなこれあれなんですよね10万ああそうだ10万人いくともらえるYouTube の盾ですよいやだけどさほらお前ずいぶん前に頼んでたよえずいぶん前に頼んでたよだって今22万人いってますよねそうそう10万人ってもう結構前にもう達成してませんいや俺ずいぶんもう1年1年も経たないかどのぐらいでも相当前に10万人いってるから、はい、もう忘れてるよ盾なんて今頃来ました嬉しいですね。嬉しいな。嬉しいっていうのはさ、はい、YouTube 始めて、はい、まあいやらしい話、うん、3ヶ月経って、はい、三鷹さんお金振り込まれましたっつって、うん、お前いくらだったと思う？何万円とか何十万円ですか？8000円だよ。これどうするっつっていう話があったんだ、はい、だからそれまでに YouTube を撮影して、うん、帰りにいきなりステーキだとか、はい、結構行ってたんだよ、うん、終わってみんな疲れたなっつって、うん、振り込まれたら8000円大赤字だよな完全持ち出しですよね持ち出しもいいとこだよ、うん、でもそっからさ、はい、10万人行ったっていうのは、うん、やっぱ視聴者の応援があってこそだよねだ豊さんとか一緒に視聴者の方も一緒に撮った盾ってことですよねいや本当にありがとうございますもう本当に感謝しますけど、はい、まだ最近回ってないんだよねそれまあ確かに俺も悪いけどさもうちょっと見てよみたいなそういうこともあるけどだって22万人登録してるから、うん、最低でもその方たちが見てくれれば22万回は回るっていうことだよということはもうほったらかしサイレントリスナーじゃないですけど放置プレイだよ放置プレイですよねだからまあそこら辺はちょっとみんなね、はい、まあ確かにコロナということがあって、はい、野球が止まったりだとかいろいろしたから、はい、まあネタ的には非常に苦労してる、はい、で人を呼ぶっていうことも、うん、なかなかやっぱりなできないですね感染のリスクもあったりとかして、はい、できないから、うん、なかなかこう苦しんでるけど、はい、でもまあこの盾をね、はい、見ると、うん、皆さんに取らせていただいたという思いが、ねうん、また強くなるしそうです、ね、また頑張らなきゃいけないなっていうふうには思うけどねほらでも22万人登録、ね、者数になったら佐々木大魔神さんがまた出てくださるっておっしゃってたじゃないですかだからまずその約束この盾をね見ながらいやまあただ、うん、やっぱ呼べないじゃないなかなかこういうご時世になっちゃってコロナ禍ですもんねああだから佐々木なんかもう飲みながらやりましょうよっつって、うん、居酒屋みたいなところだって言うけど今行けないでしょそういうところそうなんですよだから落ち着いたらですよね、うん、あと掛布さんもお好み焼き屋さんっておっしゃってたんでそれも落ち着いたらねいやもういろいろあるんだよ企画はねでもコロナで全部止まっちゃってるそうなんですよただマイナスには登録者になってないからまだねそれはいいですよねそれは助かってる徐々にだけど牛歩だけど伸びてきてるというねこれ今22万人ですけど徐々に減ってって例えば9万人とかになったらこの盾返さなきゃいけない返さなきゃいけないんだよアメリカユナイテッド・ステーツオブアメリカにそれ返さなくてもいいけどでもなんかね、うん、俺野球の、はい、まあ盗塁王だとか、はい、まあベストナインだとか、はい、いろいろ盾もらったけど、はい、もう本当に匹敵するぐらい嬉しいよねあもう最初の苦しい時を味わったから苦しいっていうのもんじゃなかったよこれ本当にいけるんかって豊さん最初どんなことしてたんですかいやだから試行錯誤だよ、はい、だからラジコン使ってタッチアップしてさ、ラジコンが滑り込んでくるとかさ、わけわからないんだよ俺からすると。わけわかんないこと。いやでもそれが YouTube だっていう刷り込まれてさ、いや何が当たるかわからないからって。まあ、そうですよ。で渋谷行ってさ、でなんか甲子園球場見つけるまで帰れませんとかさ。はいで高校球児探してたら甲子園出場者、うん、おばあちゃんだよ、ポンポンで叩かれて、うん、道聞かれるしさいやいや俺に聞くなよみたいな、はい、そういうこととか、はい、あとはやっぱコラボ系もあったよね、女性とのコラボ。まあモデルの人とかとあれして、はい、なんか何したんですか。いやおっぱいが大きい人だったから。だからこうランニングをさせるってゆさゆさとかさ、いや俺はちょっと路線違うやろって思うんだけどでもそういうこともやりながら、ある時に最初の歴代のベストナインやったのが当時でどのぐらいかな1万もあったらよかったのかな、はい、それがなんかバーンと跳ねたんだよ。へー、あやっぱり野球のネタをしっかりやっていかなきゃいけないなっていうのに気づかされて。まあ真面目路線に入ってきたんですね。真面目路線に入ってきた。ようやくそこで。いやたださ、はい、人を呼ぶにもさギャラを払わないと、はい、払ってあげないとなんか嫌じゃない。ただでっていうのも、ね、そう、はい、でもそれでも協力してもらった人たちはたくさんいるよ、はい、いるけどだけどよしお金が貯まったと、うん、もう人を呼びましょうって、うん、それからやっぱ視聴者の心を掴んでいったっていう。ああだから見る方もあ面白いなって。見たいなっていう風になっていったっていう。だけどその人が外れると見てくんないどうなってんのみたいな。人ありきですかね、ここ人ありきなのかな。でも頑張らなきゃいけないね、これはね。踏ん張り時ですよね。踏ん張り時なんだよ。だからまあこれからも頑張るけど、まあ本当に森藤が言ったようにもう俺もそうだけど、まあ森藤もそうだし、言えば最初ね高校球児っていうのがいて、で視聴者がいて、だからそういう人たちがみんなで撮らせてもらったというね、はい、まあ俺代表者の名前高木豊になってるけど、はい、これは本当にねみんなが撮らせてくれたというね。そうですよね。まあ球界で初だからね、初っていうか初めて、はい、盾が来たと多分ねだからこれはちゃんと調べてないね。でもその後里崎が続いて、はい、片岡が続いてっていうことになってるけど、はい、まあ初めててよかったなと思うよね、こういう盾が来るとさ。そうですよね、うん、なんか今までの頃がなんかこうああやってよかったなっていう気持ちですね。いやーほんとなー、だって豊さんがその YouTube でフューチャーされてからその元プロ野球選手確か続々とまた YouTube 始められたりとかっていう風になりましたしね。まあ最初は汚い事務所でさどこだったんですか。もうね見えてるとこだけだよ綺麗なの。もうねギリギリ綺麗みたいな。あとなんか臭いわ、荷物置いてるわ。いやほんと倉庫みたいなところで撮ってたんだ。そうだったんですか。そうだよ、最初は外とかさ、もう常に公園行ってさ常に公園、いや公園でボツになった企画もあってさ、はい、まあうちの息子がサッカーやってるから、うん、サッカーの教室もやってんだ隣で、はい、でわざわざ行って、うん、行ったけど音声が入ってないとかさ、もういろいろあったよ思い出は。そうなんですね。だけどよくここまで続いたよね。すごいですね。これで足掛け何年というか。まあ2年半ぐらいになってきてるのかな。2年半。お前いつからだっけ。私は去年の9月とか。まだ1年経ってない。そうですそうです、まだそうなんですよ。まあまあでもそっからこう伸びたからね、やっぱチャンネルも。いやお前の生徒は言ってない、お前のおかげとは言ってないけど、お前のおかげもある。いやあるけど、いやあるけど、まあだけどまあこれが長くなるかな。これからな。そうですね。これからね、ちょっとでもこう皆さんに見てくださる回数とか人数とか増やしていって、そうだな。ね、どんどん面白く番組っていうかね、動画もしていったらいいなって。なんか豊さんやりたい夢とかってあるんですか ？YouTube でこんなことちょっと挑戦したいとか。まあ野球チームをまあ作ったりとか、前の動画でも撮ったんだけど、まあそういうのでやっぱ対戦していきたいとか、まあいろいろ夢はあるよね。うん。そのうちなんか、まあ、海外とのコラボだったりとか、まあまあそういうのもあってもいいし、はい、まあ登録者数100万やっぱ目指していきたいしね。そうですよね、やっぱ頑張らなきゃいけない。そうですね。次はじゃあ目標するところは100万ですか、50万？まあとりあえず50万だよ。まあでもこの牛歩だから30万かな。なんで急にどんどんいやいや、だからもう本当に皆さんのおかげなんだけど、まあこれからもね、頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてありがとうございました。